ださいということで、今回はねやってきました大盛りガチャを30連引いていきたいと思います。なんかね外国人ガチャが来るかと思ったんですけども、 OB ガチャでしたね。はい、これからこういう感じになっていくんでしょうか。ということで、私巨人全盛でやってますね。まずはねガチャ引く前に高橋由伸さんなんですよ今回。いやこれはかなり嬉しい。ちょっとだけ能力見させてください。来ましたよ、弾道アーティストですよ。いやめっちゃ嬉しい。いやもう私のね、オーダー知ってる人はね知ってるかと思うんですけども、初めての、アーティスト選手です。最高でもパワーヒッターしかなかったんですよこれまで。いや嬉しい。そうなんですね、高橋由伸選手ってアーティストさてなんですね。いやありがとうございます。そしてミッパー、同値称号いらないかなこれ。いや嬉しい、マジか。もうめちゃくちゃ強いの。ちょっと守備見てみましょう。守備くー、ちょっと待ってマジか。これ特殊か、特殊で A に持ってけて補給 B、 スローイング A、 肩 B で積極守備。ちょっと待って、最強すぎないこれ。ちょっと予想してたより、めっちゃ強え、マジか。もうこれでもうランキングも絶対に走ります。くー、特殊能力もくーだねこれ。マジか、広角もついてアーティストもついてチャンス。いや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 、もうこれはね今までの中で一番テンション上がってる、マジか。はい、じゃあもうここからはね長い前置きはもう置いといて、早速30連引いていきたいと思います。では行きましょう、ゴー。さあ10連目いきましょう。まずは月出ないということで、まあまあまあ渋いですけども、これからですよ。さあこれ、あ間違った、手離したよ、手離した。まあこれはどうだ、来ないかな。いやねライトね、梶谷選手も欲しいなとは思ってんだけどね、由伸選手来てくれるなら話は変わってくるな。さあもうこちらね飛ばして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 いきたいと思います。さあ10連目、うーんまあ来ないですね。はい、続いて20連目、お月出ていく、いいよいいよ、幸先いいですね。いやこの動画がね出てる頃にはきっと皆さんももう多分30連引いた人が多いんじゃないかなって思うんですけど、どうでしょうか皆さん、狙いの選手は来ましたでしょうか。なんかコメント欄でね、来たよ誰誰来たよっていうコメントがあると嬉しいので、ぜひぜひ気軽にコメントしてくれると嬉しいです。ということで、笑顔が出なかったので飛ばして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 いっちゃいます。さあどうだ、うん来ないですね。さあ続いて30連目、これはもうね確定ということで、いやこれねワクワク、このワクワク感がいいよねやっぱガチャはね。あのね純正やってる人は分かってると思うんだけども、あんまあれあれえ青色、足がさ青色の時って自チーム確定じゃなかったっけ、え違ったっけ、えちょっと待って、ここで由伸さん来る、え違ったっけ、待って待って待って、ちょっとドキドキする、やべ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 、マジかマジか、え違ったかな、ちょっと俺の思い過ごしだったらあれだけど、ではちょっと行かせていただきますね。え由伸さん来ちゃうこれ、ちょっと頼むよ。さあどうだ、走りたいと思います。累計まで走ってきました、どうも復活です。はい、1秒で復活しました。ということで累計、来ましたんで行きたいと思います。ちなみにですけども、だいたい2時間かからないぐらいかな、ずっと自動操作で回しまくりまして、累計まで来ました。はい、だいたいどうでしょう、200エナジーぐらい使ったのかなっていう感じです。はい、大雑把ですが、さあ来い来い来い、由伸くんお願いしますお願いします。ランキング外れたやと思います。